東京タワーの下、今日は東京タワーの下に来ています。今日はですね、この公園に、蛇が隠れているということなので、それを探してみたいと思います。1、2、3、7、8、9、もう一回、ということで、元から隠れていました蛇が、隠れたみたいです。このお地蔵さんの裏になんとぐわっと蛇がいましたね。なんかこう秋田から出てきた女性がなんか運が良くてなんかその蛇塚作ろうみたいになってあそこに蛇塚作ってなんかでパワースポットに今はなっているそうです。ぜひ今後もかくれんぼしていきたいと思います。